橋本五郎「富豪小原氏の若い夫人が今何者かのために殺害された」と急報の電話に接した時井上刑事はハッと何か電気にでも打たれたように感じた。 早速、所長感謝へ電話をかけると、折からの夢を破られた所長もまた、来せずして今日の午後の、正確に言えば、昨日5日の午後3時から4時へかけて、被害者、君子夫人に対して起こった小さな事件。だが、不思議な盗難事件に思い当たった様子だった。とにかく、詳しいことは自動車の中で聞こう。君、言ってくれるね。じゃあ、宅まで回してくれたまえ。 署長のしっかりしたサビのある声が半ば慌て気味に切られた井上刑事と警察医を乗せた署の自動車はたちまち深夜の通り通りを魔のように抜けて一度署長感謝の門前に止まりそこで署長を乗せるも一緒再び小原氏の本邸へ向けてスピードをかけたのだった B 氏の小原といえばその巨万の富主人の豪胆 美術品の収集科学研究所の経営などなど事業省略まれに見る東大の傑物として全国に知られているまたその殺されたという美人が5歳でこそわれ内助の功を全うししかもうららかな美人であったことは B 氏の人々はもとより全国的に社交界では知られていたその夫人が何のために 誰のために殺されたのであるか自動車はまだ走っている現場の様子も前後の事情も署長並びに井上刑事には見当さえつかないだがただ一つ被害者公子夫人について2警察官の頭を同時に同様にかすめ去った者は急砲に接した瞬間刑事の感じたまた署長の頭に直ちに登ったあの 午後3時の1事件である未だその盗難事件の解決を見ないうちにいや所長なり刑事なりがそのために頭を悩ましている矢先被害者であった夫人の重ねての今度は死である事件探査について精神を嫌うとはいえその昼の事件が2人の頭を支配するのはどうすることもできない事実であった 事実である以上また物語の順序としてもその昼の事件をここに説明する必要は十分にあろう小さな事件不思議な盗難事件というのはおよそ次のごとき輪郭のものであった25日の午後3時 夫人の死からちょうど11時間前、井上刑事は B 駅詰めの一巡査から「今小原夫人が二等待合室において現金200億円入りの為替手提げを盗まれた直ちにご出張を願う」との電話を受けたのだった「金印は200億円という額であるが被害者が小原氏の夫人である」 で、所長ともども井上刑事が駆けつけてみるとその時同室に言い合わせた人間が当の小原夫人間遣いそれから小原商事の庶務副長をしている佐谷氏の3名私も自分ながらぼんやりしていたと思いますここでこれとつまらない世間話をしておりまして手提げは左手に持って膝の上に置いていたのでございますがふと気がつきますと その手提げがひもばかりで肝心の袋がございません立ったり腰掛けたりして大騒ぎをしてみましたがやはりございませんひもの様子がこの通りきれいに抜けておりますのでどうかして滑り落ちたのかとも存じましたが何分容量の大きいものでございますから気のつかぬということもそんなわけでご足労を願ったようなわけでございます それがキミコ夫人の説明である。それまで手提げが確かに膝の上にあったということは夫人の右隣にかけていた駒使いも証言した手提げのなくなった時この10分か15分くらいの間に何か変わったことはなかったかね例えば君自身が便所へ行くとか買い物に行くとか。 その所長の問いに対して素直そうな九段の駒遣いは「はい私売店まで参りましてございます」「開始を買いに」とつつましやかに答えたうん1分か2分の間だねすぐにここへ帰ったんだねやはりあなたたち3人のほうかこの部屋には誰もいなかったかで出たものや はっったたものやはなか,ったかね。他には誰もこれは私のそばにおりましたし佐谷さんはあちらの椅子にと夫人が答えたいやとその時突然署長の問いに先んずるようにして佐谷氏が言い放った一人女の人がちょうど奥さんの真後ろにいましたよその椅子にえ 一同の視線がサタニ氏の顔に集められたのは言うまでもないちょうど背中合わせだし物腰のなんだか幽霊のような女でしたから夫人がお気づきにならなかったのも無理はありませんさよう10分ばかり前に出て行きましたがねサタニ氏は続いて説明したどんな女でしたかそれはあなたのご存知の女じゃありますまいね もちろん私は知りませんが、何時頃からそこへ来たのか、出て行く時にも足音などは聞きませんでした。これといって特徴のない顔で、耳隠しで。年齢は、さあ、二十歳くらい。いや、四十くらいかな。肩の大きな手下げを持っていましたがね。何肩の大きな。だが、 なぜそんなに年齢の点が変なんですかそれがどうも私にもおかしいんですが、ここで見たときは確かに二十歳前後の令状だったんですがあそこの。と佐谷氏は待合室から斜めに見える WC の方を指して、便所のところではどう見ても四十近いおばあさんだったんですから。何んですって 所長が一同を代表したような気厳な顔つきになって聞いた40歳近いおばあさんその二十歳前後の令状がそれはどういうわけになるんですか一体実は私もその時はどうも変に思ったんですが事実とは考えられないからまあ私の気の迷いではないかぐらいにそのまま忘れていたんですがこの事件で それも今ふっと思い当たったんです。一種変わった物腰の女だったもんですから。何気なく見ていると、ふとその女が立ち上がって、ここから出て、あの便所へ入ったんです。ところが、と佐谷氏の語ったところは、実に次のような、不思議極まる事実であった。 3ちょうど佐谷氏の腰掛けていたところから首をそらして便所の方を眺めるとこの待合室と駅の入り口との柱を斜めに切って「何書き」というのであろうかその便所の互い違いにして板を打った2尺ばかり下の空いた腰高囲いの一部が見通せるのだ。 風の女の立ち上がって出ていく後ろ姿を佐谷氏が見送っていると彼女の姿は駅の入り口で一度消えたがその水色の着物の裾とそれを軽やかに翻して小刻みに歩く白旅人が再び板囲いの2尺ばかり開いた下のところに見えたのだった小便だなと佐谷氏は思わでものことをその時思った とちょうど佐谷氏の視線が届く最後のところで彼女の足は立ち止まってそれからくるりと向こう向きになって便所の段へ足が上がった着物の裾が少し斜めに五寸ばかりふくよかな白い足裏が見えたついでひらりと片足が上がっておそらく彼女はバタンと扉を閉めたであろうもう大型の手提げは棚の上に置いたであろう と、サタニ氏は、その後はぼんやりした気持ちで、止めるともなく、やはりその辺りへ視線を止めていたのだった。と、幾分経ったであろうか。彼女の入った便所の段に、用が済んだと見えて、再び白い足袋の先がスーッと降りてきたのだ。と、次の瞬間、おやと、サタニ氏は瞳を殺した。というのは、 続いて現れてきたあの大根のように白かるべきはずのふくらはぎが、今度は黄色い皮膚のたるんだ。一見豊島女のそれだったからである。おかしいと思ってなお注意すると、わずかに見える着物の裾も前と違って水色でない。何か黒っぽい地味なやつだ。 と一つ便所の中へ他の女が一緒に入るなんてバカなことも考えられないしと見ているうちにそのたるんだ足はかなり大股に囲いを出てきた駅の入り口へ現れたのを見るとそれはまさに40歳近いお城一家もない女で入った礼状とはにもつかぬ人間だった やはり手提げ用のものは持ってはいたがこれは校内へ入るではなくそのまま町の方へ去ってしまった佐谷氏は再び便所へ視線を返してみた便所の辺りには何の変わりも見られなかったもしか見間違いではなかったかとなお23分佐谷氏は九段の便所を注意していたのであるがついに令状は出てこなかった そしてそのうちに夫人の手提げが紛失した騒ぎでなぜか今までそのことを忘れていたで私は今ふいとその女が便所の中で変装でもして出てきたのじゃないかと思ったのですがね語り終わった佐谷氏はそう付け加えた一同の表情には深い好奇の色が現れてきたどの便所ですか あああれじゃあ井上君君行ってちょっと調べてみてくれないかできれば佐谷さんにもお願いして所長は佐谷氏の指す方を眺めてから刑事に命じた佐谷氏は大島での車両があったのだがもう汽車の時間は切れたし明日でもいい用事だからというので刑事と共に待合室を出て九段の便所へ去っていった それを待つ間に所長は夫人に対して、夫人は今日どこへ行く目的でここへ来たかとか、駒遣いの名は何と言ってどこのもので、夫人に仕えるようになってからおよそどれくらいの年次が経つかとかを尋ねた。夫人の答えは簡単だった。用向きは王子の婦人会へ出席のため、また同行の駒遣いは名は秋子、B 氏近在のもので、 小原家に来てから2年半ばかりになる調べてまいりましたとそこへ井上刑事と佐谷氏が帰ってきたどうだったと待ちかねたように署長が聞く別に変わったところもございません何か遺留品でもと思ってよほど注意いたしましたが落書き一つ見つかりませんでしたさすがに署長の顔には ちらと失望に似た色駒使い,いの顔にも夫人の表情にもだが夫人のそれには他の何かの要素があるのではないかと刑事だけはかすかに思った佐谷氏の失望は当事者以上であった氏自身がこうした事件に特別興味を惹かれるためであるのか または婦人に対する抗議からであるのかそれは所長にも不信を起こさせたほどであったとにかく全力を挙げて調べてみます今日のところはひとまずお引き取りを願います所長も仕方がなかったで井上刑事に何か打ち合わせをすると一堂へ軽く挙手の礼をしてさっさと先に帰っていった四時前であった B 氏から O 氏まで片道1時間半夫人も佐谷氏も今は誤報を待つことにしてそのまま引き上げていったのだった一人踏みとどまった井上刑事はでも今一度待合室を調べてみた手提げなどはどこにもなかった彼はこの事件に最初から疑問を持っていた夫人の説明にも佐谷氏の証言にもまた駒使いの様子にも 何か解ききれぬものがあるような気がするのだった。膝の上に置いていた手下げが、いくらぼんやりしていたにせよ、白昼、しかも待合室で亡くなるというような事実が、いや、それに夫人が気づかないということがあろうか。また、佐谷氏の話にしても、それがたとえ変装だとしても、そんな短い時間にあの便所の中でできるだろうか。 彼は最後に売店それはちょうど二棟待合室の真向かい三棟待合の入り口にあったに立ち寄ってそのばあさんにそれらの疑問が疑問として正しいか否かふと考えついて尋ねてみたばあさん忙しいところを気の毒だがねまた事件が起こったのでちょっとこの2時から3時までの間にあの二等へ小原の奥さんそれから駒使い 別にサタニさんとこの3人のほか誰が入ったかまたは出たものを見かけなかったかねそうでございますね大抵間違いはないと思いますが小原の女中さんが返しを買いにいらしたほかどなたも出入りはなさらなかったようでございますよ刑事とは顔なじみでここまで23の事件に証言をしたことのあるおばあさんは 確信のある調子でそう答えた誰もないね。とすると佐谷氏の言った変装の女あの便所の話はいかにも怪しいその話が怪しいとすれば一体青い手提げ袋はどうなったのであるかあるいは何か彼ら3人の間に特別な秘密でもあるのではないか 刑事は自分の考えが無駄でなかったことを喜ぶとともに佐にその人の証言に大きな疑問を増し「これは一応署長にも相談した上で」と売店のおばあさんに「さようなら」を言い急いで警察へ引き上げたのだったいや警察の門前まで来た時だった反対の通りから問題の佐谷氏が顔色を変えて走ってきたのにぶつかった あ、刑事さん刑事さん見つけましたやっと見つけましたよ佐ニ氏は息を切らしながら晴れやかに叫んだ。何を手下げをですかいや、あの変な令状をです今見つけたんですこの向こうを歩いていますさあ、すぐに行ってくださいこの向こう そうオウム返しに言うのと一緒だった刑事は自分の考えのガラッと根底から覆されたのを感じながらも「よろしい」と飛ぶようにして佐谷氏と共に走ったのだったあれですあれです走りながら、 佐谷氏は通りの行く手を指し示したそこは B 氏も山の手に近いいえば一流の屋敷町で樹木の茂りかぶさった黒い田兵衛が通りを覆いその合間合間に品のいい石の門や卵型の街灯などがあるのだった4時半その移ろいかねた日差しをこれも水色の日傘をかざしてすらりすらりと歩いていた九段の女は その時、ふと歩道を緩めて、左側の門構えに入ろうとした。あ、ちょっとやっと追いついた井上刑事は、いきなりその真横に立って、水色の袖を捉えんばかりにした。女は軽やかに立ち止まって、不審そうに刑事を見た。ちょっとお尋ねしたいことがありますから、書までどうぞ。女は畳んだ日傘を持ち替えて、 あの、どんなご用でございましょうか。何でしたらちょっとお待ちくださいますれば、家の者にそう申しまして。と、案外に落ち着いていた。どこか上品なものが香っていた。彼女は門の方へ一歩を引いた。刑事はちらっと門札を見合った。と、そこは、市長の屋敷ではなかったのか。じゃあ、 あなたは市長のいいえ、私、親類の者のでございますけれど。では、ちょっとそう申しまして。女は再び門の中へ入りかけた。お待ちください。今度は刑事がきっぱり言った。そして、じろじろと相手の頭上から足元を優して鋭い視線をはわせながら。あなた、先刻三時ごろ。 駅の二等待合室へいらっしゃいましたねええ私二分か三分かくらいあそこにいましたが実はその時小原氏の夫人の手提げがなくなったのですその件でぜひお尋ねしたいことがありますご同行をお願います刑事のご調には老下なものがあったまあ小原さんのと 女はしばらく考えたあとではこのままお供いたしましょう何か私に嫌疑でもあるのでございましょうかいええ、ちょっとお尋ねしたい点があるばかりです刑事は油断していなかったそして歩きながらさりげなく女の顔や肩やそれから姿勢のいい足などに注意してみたなるほど 物腰に普通の娘とは変わっったたところがあったがあ他には何ら変装を思わすような点は見とれずあくまで二十歳前後の美しい礼状だった刑事が時に後ろを振り返ってみるとやはり一緒についてきている佐谷氏もどうも変だなというように幾分悲観的に首を傾けていた小原さんの奥さんの手提げがなくなったのだとか申されましたが。 と令嬢が突然聞いたもしか紐ばかりで袋がないとおっしゃるのじゃないでしょうかそうですそうです青い袋の方がないのです刑事はギクッとしながらもそう答えて相手の表情を読もうとしただが疑問を差し挟むようなひらめきは何も見えなかったそれだったら私見ました 奥さんが紐だけ持っておられるのを入った時見ました。何でしょう。皆さんは私の手先が大きいから、その中へ袋の方を入れて、とお考えになっているのでございましょう。でも私は、それ以上のことは何も存じません。くへおいでになればお目にかけますが、私がそんなはしたないことを。その時だった。あと、 刑事と令状の後ろで佐谷氏がとんきょうな叫びをあげた刑事がびっくりして振り返ると佐谷氏が半ば口を開けたまま刑事の後方を一行の行く手に見入っているのだその視線をたどって刑事が本能的に首を返すとちょうど警察へ曲がる街角のところを一行の方へ向かって一人の女が歩いてきていた 違った違ったあれあの女です刑事さん佐谷氏は苦しいような表情でそう言ってそれから同行の令状を眺めてはまた彼方から来る女へ探るような視線を送るのだった瞬間刑事もその女の何者であるかを悟っていたいやそこに新しく醸し出された小さな矛盾にドキッとしたのだ ああ、歩いてくる女の黒っぽい着物お白いっけのみじんもない顔そしてたるんだ足四十年配の確かにあの便所から出た女ではないか今や佐谷氏の見たあの便所での一事件は視覚の迷いから来た明らかな間違いと言わねばならなかった。 我々は心に居のある時往々そうした誤りをすることがある色んなく佐谷氏のはそれであったあの時今45分も死が便所に注意したならば必ず令状の旅を足を再びその目に見いだしたのに違いないいじさんすみませんどうも大きな間違いでございましたそのお嬢さんではありません決していや その方ではありますまいサタニ氏はそれから自分の失態を令状にもいろいろとわびた後、刑事に令状をもここから帰らせてくれるようにと熱心に言った。だが刑事は聞かなかった。今この令状を話したならば、事件の鍵へは手も届かない。令状はその時現場に事実いたのだから、と頑固にサタニ氏を断って、 所長ともども九段の令状について取り調べを進めたのだっただがついに事実は何らの得るところもなかったのである市長の宅へも所長が言ったあらゆる手段が講じられたが令状には市長の命であるという以上その日は腕時計を合わせるために駅へ立ち寄ったまでという以上何らやましい点はないのであったそして 手下げ事件がそのまま迷宮に入らんとしている矢先当の公子夫人が殺害されたというのである所長井上刑事、警察医を乗せた自動車はようやく小原氏の本邸へ着いたのだった5 真夜中の2時15分であった。刑事たちが執事の老人によってひそやかに導き入れられると当主小原氏がちょっと顔は出したがいかにも悩ましげな様子であとは執事に任したなりすぐに寝室へ引き取ってしまった刑事は小原氏の頑丈な片付きのひどくしょげて見えるのに小さな哀れを感じた婦人の死体は、 離れ八丈の北寄りに床柱のところを頭にして目を苦しげに見開き取り乱したさまで仰向きに倒れていた美しい花模様のヤギとその間から投げ出されている2本の足とがちょっと顔を背けたい光景だった透き通るような白い足先は枕の一端まで伸ばされていた警察医の診断によるまでもなく その首の周りに残っている指の跡から押して考察であることは明白だったしかもヤグの様子死体の位置犯人が真正面からその両の手を持って強力に締めた光景も想像に堅くなかった部屋の内部には何ら変わった点も見えずただ東側の縁の戸が一枚半ば開かれているのが不審だった やがて検事の一行も来て一致した一同の意見というのは犯人は相当の年齢に達している男子で目的は窃盗ではなく無論殺意は突発的なもので何かの総論の末とも見られしかも婦人をよく知っている者の,の考殺であるというのだった絞説の模様は全然なかった井上刑事はまず死体を調べてみた ヤギのどこにも何ら手がかりとなるような点はなかった握られた右手の中頭髪それから足の指の間その他死体そのものについては同様不審の点は得られなかった次に刑事は部屋の中を細々と調べたおよそ室内にある全てのもの電灯の中から紐までを注意したが 同様これにも何ら得るところがなかった次には室内この離れは6畳8畳の2部屋であって問題の部屋の次の6畳から母屋の廊下に通じ母屋からは必ずこの6畳を通らねば8畳へはいけないもっとも庭伝いに行けばどこからでも東と南の円からは上がれるわけではあるがまずは 半ば開かれたままの東の戸から調べてみたそれは内部から開かれたものかあるいは外部からであるのかわからなかったがそこを一歩刑事が踏み石へ降りてみた時大変なものが発見された縁先が光線を遮っていたために見えなかったのであるがいや刑事も懐中電灯によって初めて発見し得たのであるが中古のいい細まげた一対がそこにあったのである むろん男のものであるが全体が上手に使用されそれほどには甲の跡も見えず普通の形の店の印とか所有者の符号とかいったものはどこにも見えないのだったそれに力を得た刑事は今度は庭に降り立ってなおその辺りを調べてみた離れの東さんまばかりを置いてずっとコンクリベーが巡らされ下手に当たって往来への正気度があったが これには内部から缶抜きがかけられていた塀の高さは一軒半にも近くはしごか何かを使用しない限り到底人間がこしえる様子ではなかった塀の上手は築山になった小さな林に続いているが塀の高さは同様に起伏し平地と変わりない有様だった離れの南は広い庭で一面に芝草が畳まれそれが閻花まで敷き詰められて ぐるっと離れを取り巻いているのだった下駄の跡などは無論見られなかった庭を切り上げた刑事は最後に母屋への廊下そこから廊下へ続く6畳の部屋を調べてみた廊下には一点として異なった点は見えなかった6畳にはメリンスの床が敷かれたままになっていたちょうどやその他で ここには召使いの休むことが一見してうなずかれた床から押し入れと調べていった刑事はその上の段に首を突っ込んで何かモゴモゴとやっていたが突然「よっ!と」と飛び上がるような声を出した押し入れの上段には小さなタンスがきちんとはめ込まれていてその上部の袋戸棚から意外なものが発見されたのである 刑事がしばらく無言でそれに見入ったのも無理ではないなんとそれは今日の昼あの駅の待合室で夫人が何者かに盗まれたという青い手提げ袋であったではないか刑事は下駄と九段の手提げの二点を持ってすでに一同が引き上げた母屋の方へ悠々と足を運んだまず 駒使い子が尋問された。彼女は婦人好きとして当屋も離れ六畳で就寝しており夫人の殺されているのを発見した一人なのであったお食事が済みますと奥様はすぐに離れにおいでになりましたいつも離れでお休みになることになっております旦那様がお留守でございますゆえ私がおとぎに参りましたお休みになったのは10時過ぎでございます 奥様がおっしゃるものでございますから、私も一緒に早く休ませていただきました。そして二時頃、廊下に旦那様の足音が聞こえましたので、はっとしてお迎えましたが、お呼びしても奥様のお返事がございませんので、旦那様とご一緒に八条へ参りましたところ、私の休んでおりますところからは、おすだれで奥様のご様子は見えなかったのでございます。 あんなことにおなりになっていたのでございますき子はさすがに目を泣きはらしていただがよだみもなく右のように答えた旦那様が留守だからと言ったがその2時頃はもう旦那様は帰っていらっしゃったのかねはい旦那様はご都合で時々遅くなることがございますそんな時はお一人で離れおいでになりますので私がお迎えすることになっております 今日も遅くお帰りになったのでございます。奥さんがお休みになるまで、いやお休みになったから。でもだが、何かいつもと違ったところはなかったかね。気がつかなかったかね。はい。あの。と小間使いはちょっと言い迷う様子だったが。お休みになる前裏の岐路にかんぬきがかかっているか、見て来いとおっしゃいました。 おうでお前はそれを見てきたのだねはいすぐに見に参りましてかかっていることを確かめてから帰ってそう申しました奥様は大変ご安心のようでございましたあの木戸はいつもどうしてあるね閉めてあるかねお昼の間は開けてございますが食事前には仁也さんが閉めて回ることになっております いつも閉めてあるはずの木戸の缶抜きを夫人が特に駒遣いをして調べさせたという事実は一体どう考えてみたらいいのであるか夫人は何者かの侵入を恐れたのではないだろうかどうすれば一体誰を恐れたのかその理由は何かこれに見覚えはないかね刑事はあの駒桁を示してみた 少しも見覚えはござりません。屋敷のものの吐くのは皆蒸し上げ屋から入れますので、裏にマークが打ってござります。刑事は執事にもそれを見せたが、やはり屋敷のもののではないというのだった。屋敷のものの下駄でないとすれば、外部から誰かが入ったのであろうか。だが入ったとすれば、一体どこから気度も塀も、 またその他のいかなる条件もその事実を皆否定しているではないか屋敷の者の,の今夜の様子は署長の手ですっかり調べられていた小原氏の乗っていた自動車は商用先のもので直ちに引き返していったのだし玄関氏は主人の寝室へ送ると早速布団をかぶったのだし執事にも女中たちにも何ら怪しい点はないのであった 犯人が男性であることに間違いいはないだからその点は駒使いを疑うこともできぬそして今では犯人のものとおぼしき駒桁があるのだ木戸は外からは絶対に開くまいね勘抜きがかかっていたとすればはい木戸の外はとってもございませんし夜中は決して外からは開けることはできません 井上刑事の頭は少し乱れてきた犯人を外部からのものとすれば軌道の説明がつかなくなり内部からのものとすれば下駄の説明がつかなくなる刑事はしばらく目をつむって事件の最初からを考え直してみたとふと死体からの推定と駒使いの陳述に小さな矛盾のあることを発見したおい と突然刑事は鋭い口調で刺すように言った奥さんは喧嘩をして殺されたんだ奥さんは起きて誰かと話していたんだそして締め殺されるまでには相当もがいているんだ音がしている音が話し声もしまいには相当高くなったに違いないんだそれをすだれ一重で隣に寝ていたお前が知らないというはずはないおい この点はどうかコマ遣いの顔色はさっと変わった。その手先はかすかに震えだした。お前はそれを知っているはずだ。さあ、その点はどうか、はっきりと言うんだ。コマ遣いの様子を不審と見た刑事は、そうさらに追求した。と、わっと席を切ったように、 彼女は悲しげな叫びをあげて、突然そこに泣き伏したではないか。私、私、悪かったのでございます。でも、でも。彼女はしばらく泣き止まなかった。ナ 刑事の心持ちは勇んできた駒塚井亜希子は一時から教行当時までその恋人である一青年と裏の築山で話していたというのであるよしお前が奥さんのその時の様子を少しも知らないというのはよろしいだがその青年というのはどこから入ってきたのだ私悪いことをいたしました奥さんから軌道を見てこいと言われた時 そのを外しかし駒使いはかろうじて答えた彼女が恋人と別れて六条に帰った時はすでに夫人は殺害されていたのである犯人が木戸から入ってきて再びそこから出ていったことは間違いではない従って駒桁は犯人のものに相違なく思われるがそのきちんと踏み石にそろえられていた点 それから犯人がそんな証拠品を残していった点この2つの説明はどうなるのかおそらくその男は静かに八条へ上がったものに違いないそして一足飛びにあるいは強行後縁先を庭へ降りて裸足で駆け去ったのであろうか静かに縁先から上がって夫人と話を交わしたとすれば必ず夫人とは親しい関係のものに違いがない そしてしかも夫人はその男を恐れていたのではないだろうか井上刑事の考えは夫人自身の秘密あるいは誰にも知られていない恋愛関係といったふうなものへ落ちていったこれに見覚えはないかやがて刑事は何を考えたか問題のあの青い手提げ袋を小マ遣いに示した小マ遣いは まあと口を開けんばかりに驚いた様子でそれは今晩奥様から私が頂い,いたものでございますと悪びれたふうもなく素直に答えた今日の昼駅の待合室で紛失したのはこれではないかはいこれまで奥様がお持ちになっていたものに相違ござりませんその盗まれたこれが どうして奥さんのの手にやったのか。答えに間違いがあった場合は警察ではお前が盗んでいたものと見出すぞ刑事のからかいに駒使いはすっかり怯え上がった彼女は誠を表に表していった駅から帰ってまいりました時奥様がこれをお前にやろうとおっしゃったのでございますどこでお持ちになっていたのかは存じません まあ、盗まれたこととばかり存じていましたが、と私が驚きますと、奥様はお笑いになって、何でもいいからどこかへしまっておき、とおっしゃいました。私も変には存じましたが、決してお尋ねすることもできませんので、そのまま戸棚にしまったのでございます。決して偽りではございません。おー。 一瞬刑事は深い吐息をしたほとんどの場合殺される者には殺されるだけの理由があるその理由の一要素としてこの手提げ袋を考えることは許されないであろうか刑事は長年の経験から駒使いの陳述が偽りでないことを見抜いていたさらば夫人は何故に あのの待合室でこの手下げを盗まれた、などと言ったのであろう婦人の人格として単に警察官を欺いてみたものとは考えられないしからばあの場合誰かのためにやむなくそんな狂言を作ったのであろうかとすれば誰のために待合室にいたのは他に駒使いと佐谷氏との2名だけである。 夫人が駒遣いに対してそれほどの苦心を呂するような事情があるはずはないしまた佐谷氏とすれば「いや待て」と刑事は思念の中間で踏みとどまった「そうだそこには何かの事情がある」刑事は思わずそう口に出したあの時の佐谷氏の熱心な様子便所を調べた時の失望の具合 それから警察の門前でやっと見つけ出したといった言葉やっと見つけ出したといえばそれまであの令場を探し回ったのに違いがないそれほどにして探し回る理由がどこにあるのか死はあくまで九段の手下げを欲していたのではないだろうか手下げの内容が金銭ではなく何か佐谷死にとって重要なものだったのではないだろうか しかもサタニ氏は、車用の大仕行を中止までしているのだ。そして最後に、あの令状の変装というのが考え違いであったことの分かった刹那、氏はどんな表情をしたのであったか。犯人はこのお嬢さんではありませんとも断言さえしたではないか。あるいはサタニ氏は、 あの時すでに夫人が手下げを自ら隠しているのを知っていたのではないだろうか佐谷氏に対する大将の疑問は悠然として刑事の頭へ密集したあの時佐谷さんと奥さんとの間には何か話はなかったかねいいえと駒使いが答えた開始を買いに参りました後のことが存じませんが平常 サタニさんと奥さんが話をするというようなことはなかったかねまたお二人は親しそうではなかったかねお親しいことは何か子供自分のお友達のようなところがございましたが平常お話をなさるというようなことは私存じませんでございますしばらく考えていた刑事はよろしい君はもう休んでくれたまえ長く引き留めてすまなかった と決然とした様子で尋問を打ち切り署長にひそひそと何かをささやくと急に2人で小原邸を出て佐谷氏の家に向かって自動車を飛ばしたのだった10軒ばかり手前で自動車を乗り捨てた2人は佐谷氏の門まで歩いてそこで強くベルを押した署長はどんどんと表を叩いて「電報佐谷さん電報です!」 と怒鳴ったやがて女中と見える若い女が寝姿のままで玄関を開けてきたが伝統の光で2人の姿にぎょっとしたらしくハッと立ちすくんだ様子をすかさず捉えて刑事はぐいっとその目の前にあのこまげたを突きつけて聞いた「これはご主人のじゃないかね」しばらく眺めていた女中は「ほうほう」 これは旦那様のものもでございますが、と気そうに2人を見返したご主人はいらっしゃるかねはあお休みだと存じますが所長と刑事は思わず顔を見合わして心で万歳を唱え合ったのだったそれは何という喜びに似た気持ちであったろうか間もなく佐谷氏は、 書の自動車へ乗せられたのだった8駒桁の主は今法の前にあっただがその様子には恐れとか驚きとかいうよりも不審の色が濃くつきまとっていた重々しい警察の陰出がなぜ自分を収容したかと言いたげな表情で 佐は所長を並びに刑事に対した刑事は瞬間この男も犯人ではないなという気持ちがしたこの品についてご説明を願いたいと思います所長の言葉は冷たかった示されたのは問題の細げた一対である別に偽りを申し上げようとは存じませんが もう小原さんがお気づきになられたかどうかそれだけをはっきり教えていただきたいと思います佐谷氏は多少不安な様子でそう聞き返した所長は何か変な感じを覚えたが「発見されたのは当の小原さんです小原さんと駒使いです」とやはり事務的な口調で答えたでは 夫人はどうなったでございましょうか夫人がどうなったかとおっしゃるんですか所長は大迎返しに行って。ご存知の通り、お亡くなりになりました。え亡くなるそうです。殺されているのです。一瞬佐竹氏は後ろへのけぞり返るところだった。 君子さんが殺された誰に誰に一体それはだが佐谷氏は、その間に何か愕然とした様子で、さっと顔色を変えて、強敵に叫んだ。違います違います所長、それはお考え違いですどうか刑事さんも聞いてください私が夫人の離れへ行ったのはこういうわけですどうかどうか信じてください私は 夫人へは手もかけていません早口に熱心に涙を交えんばかりにして佐谷氏が語ったのはこうであった今から11年前佐谷氏が28歳の青年であり美子夫人が二十歳の処女であった頃二人はある機会から恋に落ちた二人の間には数々の手紙が交換され愛の言葉がささやかれた ついには全てを愛許すまでになったが浩次麻央氏佐谷氏は親権者の定めによって他の娘と結婚せねばならなかった公子夫人は泣いて恨んだ一時は死ぬとさえ言ったいや事実自殺を仕掛けただが不幸にして果たさず苦しさを忍んで年月の経つうち5年前 荒らしに望まれて結婚したそして1年経ったばかりの頃にそして1年ばかり経った頃に彼女は昔の恋人がその恨めしい懐かしい人が自分の夫の下に使われていることを知ったのだった思想正しい婦人ではあったが彼女もまた情の女であった彼女は一日手紙を書いて 人知れず佐谷氏にその無情をなじった佐谷氏もまた気立ての優しい人間だった彼はその手紙に対してあくまで許しを請う次第を書き送ったそんな風にして2人の間はだんだん近しいものに変わっていきその後の23年は2人にとってまことに楽しい毎日であった もちろんお互いの地位の関係で青年時代ほどの自由は許されなかったが時に密かに昔を語る夜もあったのであるだが年を経るにつれて妙にお互いの気持ちが変わってきたそれは多くの人間が40の台へ踏み込む自分のあの寂しさに似た落ち着いた諦めのような気持ちであった二人の間には別れ話が持ち上がってきた そして、いよいよそれを実行する手段として、また、長い涙の記念として、これまで取り交わした数々の手紙、その焼き捨てられ、または破り捨てられた残りのものを、今日の昼、あの待合室で取り交わす約束になっていたのだった。夫人は手提げにそれらの手紙を入れ、他の乗客の出払った時を伺い、駒遣いには用事を言いつけて、一時室外に晒し、 くののげをタクシーの上に置くその時佐谷氏は黙ってその中身をすり替えるそんな手はずであったものが肝心の手提げを盗まれたというので佐谷氏は全く心配したのであった「盗まれたことはいいがその内容が誰かの手に入ったとしたら」で極力犯人を探したのだった。 ところが真実に犯人と思い込んだあの令状は愚かにも自分の資格の迷いだったそれが間違いであったと悟ると佐谷氏に考えられたことは犯人が夫人であるという以外一時もなかったそれは室内のすべてに気を配っていた佐谷氏には他に犯人と推定すべきなり人をも認めえなかったからである氏は九段の手下げがやはり夫人の手にあったと知ると 裏切られたたような意気通りを覚えた反面夫人がなおこれまでの関係を持続したいのではないだろうかとも考えられた死は思いかねてその夜そのいずれかを確かめるためにいや約束の遂行を迫るためにおよそ人々の寝静まる頃一時の頃を見計らって一二度経験のあるあの裏木戸から離れへ行ったのだった。 木戸がくもなく開いたので、死は夫人の意志がなんにあるのかをその時知ったと思ったのだった。彼女が寝ていたのが不思議であったが、すぐに縁の戸は中から開いて、にこやかな彼女の顔に迎えられた。死はなじった。彼女はがえんじなかった。と、その押し問答の最中、バタバタと廊下を踏み鳴らす物音が聞こえた。 何か恐ろしい気配が感じられた。佐谷氏はそれをおば原氏だと直角した氏は横っ飛びに東の戸から飛び出して逃げ帰ったのだったなお不審とお考えでございますればその嫌疑の晴れるまで甘んじてご命令に従いますどうか今一応お調べを願います 語り終わった佐谷氏はそう付け加えた。所長と刑事は長い間協議を凝らした。そして夜の白々と明けに、二人は再び小原市邸へ自動車を飛ばしたのだった。9佐谷氏の言葉が全部真実であったことは、 その日の日午前中に知れた犯人の自白によって事件は解決を見たのである犯人はその夜廊下伝いに離れまで来ると八条の方からむつまじげな男女のささやきが漏れ聞こえたため思わずカッとなってそこへ飛び込んだのだったそして憎むべきカンプの名を尋ねながら思わず婦人を絞め殺したのである そして六条に駒遣いの帰ってくる気配にはっとなって一度母屋へ引き返しさらに離れを訪れたのだった夫人がなぜ裏城の勘抜きを確かめようと言ったのかその気持ちだけは永久に謎として残った小原氏が12歳の長男に世を譲って40歳の壮年で実業界から引退したのは 事件後、間もない頃のことであった。